こんにちはロックさんです <laughs>、はい。えー、メガネのその後、えー、結局、あの後、もう一回眼科に行って、えー、車種の出具合を決めて処方箋が出ました。まあ、大抵今さ、あの、なんとかどうとか、なんとかみたいな安いメガネ屋さんで適当に視力を測って作ってたんですけど、 あの今回初めて眼科に行って処方箋をもらってメガネ屋さんに行ったらあの担当の人がなんか申し訳なさそうにしてでこういろいろああでもないでもでもやっぱりカスタマイズしようと思ってああでもないこうでもないだったけど結局処方箋通りが一番よくてええでもう一回受診なんですよ。もう1回受診して えちゃんと処方箋通りにできてるか、見え具合はどうかと検査をして、ここまできっちりメガネ作ったの初めてだよっていう部分で、えっと、結果は、まずプリズムメガネかけた瞬間、地面が転がるかと思った。うわ、こんなもんかけられないわって、もう、もう、ただ3日ぐらいでなんとか慣れてきましたかね。 えー、運転なんかもね、えー、っと、まあ遠くを見る分には、だから遠近感があ戻ってきたなって感じはしました。えー、で、まあ、ああ、いろいろぶっ壊れてるところが治ったのね、みたいな。あのー、話せば見える、話せば見える40代、話せば見える40代。30センチぐらい話すとやっぱ見えるんですよ。ただね、うーん。 結局は診察のところで女性の先生で「うん、川崎さんどうですか具合は?」って、うん、あのね、誠に誠具合がいいあのー、手元も離せば見えるようになったと。でも私カメラマンやってるんですけれどもあの一、ー、日中パソコンの画面見てると3時ぐらいになるともうしょぼしょぼしてくるんですよという話をしてうん、中距離用をもう一本作るようかなって。 これ眼鏡屋の策略なのか眼科の策略なのか分かりませんがあの近くは外せば近視の人は、うん、生涯見えるそうです、うん、外せば見えると、うん、だけれどもそうだね中距離デスクワークとカメラワーク用で調整しますかねってだから普段の生活車の運転用のメガネこれうんで離せばなんとかモニターは見える 見えるけれども、ピントの山の細部までは怪しいぞと。で、モニターも、なんとか文字は読める。なんとかという部分。だから、それに特化したメガネを作りましょうというところで、また2週間間間開けて、また作り始めましょうか、みたいな。プラモデルを作ってるんじゃないんだから、いくらすると思ってるんだと思ってね。えー、いろいろと、あのー、どんなレンズが入ってるかは、 あのー、ご想像にお任せしますが、かけてるメガネが違うときはいろいろと事情が、えー、ありますんで、えー、中距離用のメガネが欲しい、えー、ロクス助でした、えー、youtube の更新がなってないって、あのねー、あのー、今、レガシー動画だけで回ってるんですよ、もう無線やめちゃった。<laughs> ほと <laughs> んどんもう無線やめちゃったに等しいんだけど無線機乗ってるんだけどさあのあのフォロワーフォロワーの方もどん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 増えてるんですよねもうおじさんどういう趣旨でこのチャンネルを維持しようかってあの月5000円ぐらいずつまたねあのくれるようになって毎月の振り込みじゃなくなったけどまたね収益が戻ってきたんですよね <laughs> ええキ,キハ40垂れ流しぼっとんとかねえ えっと、93年の夜行列車大廃止とかね、えー、北斗星廃止とか、そういうのでガン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 回ってるんですよね。モニターを叩くとかね、えー、さすがレガシー、スバルレガシー、レガシー止まってる、レガシーまた乗りてぇなぁ、えー、なんて思ってます。えー、小さい車でいいよもう車は、またお会いしましょう。さよなら。